うわ、本物や。いたっす。いたっす。少々皆さん、いたっす。おいよ、前、どんな歩いてそれに対する割には、その YouTube に対する、その売り上げにだいぶ貢献されとるでしょ。ちょっと入ってって、なんか喋りかけて、人とか。かわいいお姉さん喋りかけて。そう、とにかく意識してくださいよ。なんか、え？なんか写真貼ったやつ。これ、インク使ってる。ちょ、俺ピーターズに近づかないでみる。あの女の子に近づく。あの胸を確認しておきたい。全部声入ってますよ、ね。いいえ、全然使っていい。ちょうど。めっちゃナイスバーディー。おはようございます。おはよう。今どこですか。今鈴鹿です。鈴鹿インター。鈴鹿名神のサービスエリア。サービスエリア。本日はどこに行くんだ。大阪行きます。何しに。遊びに行きます。前最後に来たの。いやそれよりじゃない。制服ですよ。大丈夫。え？大丈夫。ブランドどこ？ディーゼルです。ディーゼル？マジで？ブランド結構するでしょ。13,000円ぐらいです。高っ。もうそんなんで一番最後に買ったら、それ汚れとるね。これ汚れっすね。洗ってなかったです。だから作業着に見えるじゃん。洗えよ。これは多分そういうものです。あ、デザイン？はい。あ、デザインなんだ、一応。デザインっすね。あ、そういう。これ、シミはこれ汚れっすね。そういうところが、ポンポンとついてる。これ、汚れっす。どこまでが汚れて、どこまでがおしゃれとか。内心、大阪に内心ですか？大阪は、まあちょっととある人を、うん。とある人を見に行こうかな。とある人と、まあそのああ、それ取れるんかな。いや、多分、うん、一応大丈夫だとは思います。 K1 の団体を立ち上げたらしいんで、うん、まあそれだけじゃないですけど、そういうカーイベントみたいな、うん、そういうのやってる。なんか車のイベントなんでしょ。そうです、今日は、うん、今日はそっちですね。でもともとミオが来る予定だったけど、いらっしゃいいらっしゃいませ。ちょっと頑張ってるわけ。いらっしゃいませ。ああ、ちょっと外国も頑張ってよ、はい、今日は。これでだって集客できとるっていうのに、営業の責任者がそのノリじゃね。足場班もそうだ。あ、そうだよね、うん、ある意味足場の責任者と営業の責任者で、今うちの会社で一番売り上げが高いナンバー2が2人の責任者がたまたまだよな。それに対する割にはその YouTube に対するその売り上げにだいぶ貢献されてるでしょ。まあ、足場もなんか物悪だろ。7割8割そうです。お客さんのまあそれとかまあ言っても、はい、やっぱ足してるって現場でな、はい、他の大工さんとかその監修するやつも、ああ塗り替えさんだよね、ちょっとまあいいよ先に重機使えやとかあるだろう。それなのにこのねもう飯来たらね、はい、で朝8時今半です、9時っすね。せーの、いただきます。ちょっとどうぞ。声出しすぎた。声出しすぎたら私のネットにめちゃくちゃ見られるやつ。やっと思い出して本気ですね。本当に YouTuber とは思わんもんね。なんか頑張ってるんだろうなって、フォロワー100人ぐらいでみたいな感じだろうな。そんな感じだよね、多分。これ何？これ伊勢うどんですね。伊勢うどん、伊勢麺です。何というメニューだった？伊勢うまいもん、うまいもん3点セットがあるんだよ。あ、ほんまそうだったな。大根は梅そばです。梅そば、朝っぽい。朝っぽいですね、うん、おー、着いた、到着。 YouTube がいいな、視聴者は。本当どんだけこう全然駐車場がいて、もう大渋滞です。ずっとぐるぐる、あ、車止めるだけで時間なかった。散々探してタクシーでわざわざ離れたところ止めて大渋滞。これなんていうとこ、名古屋だったらポートメッセってあるよね。で俺勝手にオートメッセ、オートメッセって。オートメッセ、オートメッセ、ああ同じようなさ。AM 大阪、 OAM ってのこれ、オートメッセ。やっぱミオ連れてばよかった。つまらんわ。じゃあおい、
チケットもさせんのまでこれ何のイベント、ちょっと説明してくれる。おもろい明日無限大大阪 OAM 大阪オートメッセです。オートメッセ、はい、大阪オートメッセの会場でこれでしょ、車とか車とか歌手も来るんですよ、ハン君とか。これ誰か、これがおる、湘南の風です。湘南の風です。マジで、うん、人が多いです。うわすごいね、すごい人だね、これはすごいわ。なんだろう、おいよ前どんどん歩いて、凄さが分かんないです。すごい。あ、熊も興味ないんだから。熊僕興味ない。熊も多分興味ないです。お前もないの？全くない。全然ない。はい。あ、それでこれ見ても分からんだ。分かんない。誰か一人ぐらい分かるやつをなんて面白くないな。俺も分からんもんな。仕事してるとこういうのなかなかないよな。うん、おお、これ何？見たことないブランド。もうちょっと入ってってなんか喋りかけて人とか。あ、お姉さん喋りかけて。そう、とにかく意識してくださいよ。何かもわかんない、うん、そうすぐすぐしゃべりかけて何なんですかって。これ車って何のメーカーなんですか。中国。あ、中国らしいです。中国の、あ、中国のメーカーなんだ。へえー、すごいじゃん、これめちゃくちゃかっこいいじゃん。これ中国の車なの？なんていうブランドなの？ヒュンダイ。BYD。めちゃくちゃかっこいいじゃん。すぐ壊れそうっすから、中国で。いや、そんなことないでしょ。まあ、BYD。めちゃくちゃかっこよくない？中国の。それなんかヒュンダイだった？あれは韓国？韓国。そういうメーカーなのか、そういう特殊なそういう改造車みたいな、ベンツのアマゲンみたいなやつあるじゃないですか。はいはいはい。ああいう感じなのか。いや、カタログモデルなんで。これ行ってみようか。いや、ちょっと、二人でちょっと腕見ようか、これで。一人で見てみよう、これをどういじていくか、どうしていくのか。一言で言ったら良さが分からないです。そう、良さが分からないんだけど、一言で言ったら分からない。 YouTube 的にはそれを長く言うんだ。何が良くない。だけどこれ レース用でしょ。ずっと最初で走ってる車。そうだよね、これ富士スピードウェイとか鈴鹿サーキットで走ってるから。ちょっと、まあ、行ってみようか、こっち。ちょっとほぼほぼ放送事故だぞ、これ。編集さんが怒っちゃうよ、これ。もう、目的地もう行こうか。もう、温めようかなと思ったけど、まあ、温まらんわ、これ。いや、そっちで進むよ。いやいや、何か車を。全然わからないけど。あ、了解です。あれ、キングがうちなんです。あれがうちの車です。霊柩車？霊柩車です。マジで？なんなん、霊柩車の会社なの？違う、キング会社です。あ、なんで、なんなん、霊柩車を出したの？霊柩車と、霊柩車の車、霊柩車を出したの。へ、うん、わ、すごいね、これ。おお。これ、いくらかかってるんですか？まあまあ、かかってる。これ、ね、走っていくわ。走っていくわ。なんか写真あったよね。これインカ使ってる。これ誰なんですか。で、これも出しとんだ。特定区間不良。ん？舞い方？置き方？ね、もう。すごいね、これ何？何これ？やばくね？愛してる？って言うのこれ。何これ？これ昔本当に乗ってたやつじゃないのか。でもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。綺麗だよな。橋本連合会って連合会のボスだと。あ、こんにちは。YouTube いいですか。はい。あ、よろしくします。何をされてる人なんですか。反射じゃないですよね。ええ、大丈夫ですか。画面映っていい人ですか。お仕事何されてるんですか。まあ、普通の建設。はい。怖いもんな、俺もなんか風貌が生涯不良って書いてありますからね。行っていただいたら、で、確認しちゃってた。あ、俺今ピーター来たんで。あ、マジ、はい、お、まだ優勝します、はい、ありがとうございます。お願いします。わ、すごい。ラブコーンとかはベルカリ。あれピーターズ
あれがそうっすね。マジマジ、ちょ正面行こう、正面行こう。うわ、本物や。背高いっすね。そう。ギターっす。ギターっす。少々皆さん、ギターっす。あれ、ギターっす。あー、ちょっと。レスゲーム。おー、すごいね、どうじゃん。強気の方が気になるな。すごい、リンゴすごい。ありがとうございます。僕は知ってます、僕のこと。ありがとうございます。わあ、すごいね。ちょっともうちょっと前行けんの。店の権力使って、ちょ、俺ピーターズに近づかないでみたいな。あの胸を確認しておきたい。全部声入ってますよ、ね、いいえ、全然使っていい。フォークしか見えんの。かっこいいっすね。ああ、そんなに大きくないの。でも知人どうですか。ちょっと猫背になってるの。昔はだって190だったんですけど。マジ、ありがとうございます。はい。あ、そうだよ、かかと落としか。これ結構面白いね。結構面白いね。はい。お、カワイ君いたじゃん。ごめんごめん、とってなかった。お、名刺渡したんじゃん。おー。すごい。トイレ帰り。トイレ帰り。なぜかです。どう？あって、そう。あってどうだった？すげえ優しい顔してる。あ、お前なんかあれだよね、めちゃくちゃ。テレビで見とった割に、なんか俺もちっちゃくなったんじゃない？お前の方がでかく見えるよ。ただ年齢もあるよね。出たらいいじゃん、大会。今なら勝てるんですよ。多分大きいと思うよ。大変よ。だけど、なんかめちゃくちゃ大きい。でも190だったんでしょ、当時は。確かに。こいつ結構詳しかった。当時190。いくつ？そこの何だかんだ頭一気に出せますからね。ああ、僕もだって勝とうとしてる。だってこれで俺らの頭に脳天にやるとったでしょ。あ、それ多分アンキーフープです。あ、そう。違うんだ。それアンキーフープ。ハイキープなんだね。ハイキープ。あ、そうだ。あ、かかと落としね。かかと落としはアンキーフープです。ちょっとレースクイーンみたいな、レースクイーン。写真撮りましょうか、レースクイーン。いや、俺いい、恥ずかしい。外から、あの正面から見るのが。あ、そういうこと。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと近づけてみよう。ちょ、前行って。お前の後ろに飛べる。わかる、この おじさん心。かわいい。おお。いいじゃん、いいじゃん。ショー、ノー。ノー。ショー、ノー。めっちゃナイスパーリー。お前ちょっと一緒に撮らせてみよう。いや、多分あれダメっすよ、一緒に。この撮影だけ。おっぱいすごい左のやつ。見た見た、こっち買っていい。あ、なんかおるよ、なんかおるよ。何あれ、何 AKB じゃない。 AKB います。ありがとうございました。AKB ですか？ん？ AKB ですか？ AKB じゃないの？この声は。いや、絶対わかんないですよ。子供っぽい感じの。この声。はい、じゃあ、AKB、AKB しかしら。すごいね。何？何？公式の TikTok でコメントしてください。あ、これあれじゃないの？続き、テイリメントと私のコラボ動画を公開しております。なんかあれじゃない？ぜひ、動画に見ててください。待ってます。もしかして前の方見えないかもしれませんけど、ブースに行っていただくと、このすごいフィールも、一つのこれ、パーソナリティといいますか、面白いキャラクターだと思います。ぜひ、彼女にも会いに行ってください。はい、ちゃん、ありがとうございます。はい、お疲れ様。犬どんはいいね、俺これ好きやわ。さあ、それでは30秒の ER タイム、レッツゴー。さらにダブルチャンスで私たちのサインとツーショット撮影ができるので、まだ抽選をお持ちでない方はぜひ犬どんワークスブースでお急ぎください。お待ちしてます。だめだ、僕が一番可愛い子ちゃん。でもあのブースは黒とピンクがメイン。すごい、非常にアクティブで、これ画面見て、あの基礎に似合った力強いプレゼンだったなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いて、はい、6番手いきましょうかね。赤と白のコスプレ、赤の方がいいじゃん。トライアルさんですよね。はい、どうぞ。これ綺麗。さあ、トライアル、株式会社トライアル、トライアルやる。さあ、それでは急に興味あることができた。では、30秒のヒラスタグ、皆さん、こんにちは。トライアルゲルズの声がもう、なんかあれだわ、ダメ。
です。わかる。だから、オーラないわ。今年もメカロシートやパーツ、オリジナルキットを販売しています。オートメス特別価格となっています。まだ展示車両は4台です。今年は新しい取り組みとして、大阪栄のトライアル店舗も同時に営業中。もうお腹すいそうです。福島カー大試乗会、メカロデモカー下のイベントも同時開催中。お買い上げ商品の在庫があるものは取り付けたいよ可能です。それでは私たちの撮影もたくさんしてくださいね。それでは福島カートライアル分で行きましょうか。これがあれみたいです。あのレジェンド、レジェンド。あ、それで何ピーターズを、もうこれが会社です。レジェンドの会社、ピーターの会社です。あ、格闘技団体の会社です。あ、格闘技の、で、これ一緒にやってんだ。で、そこで3月24日にレジェンドで開催するっす。あ、YouTube もやってんだ。YouTube やってます。レジェンドの YouTube も。あ、このチャンネル、もう動画も上がってんだ。上がって、何個も上がってます。まだまだこれからなんですけど。あ、面白そうじゃん。これあれですか？これ社長も出るんですか？出たら俺殺されるんですよ。ピーターだ、勝てるよ。絶対勝てる。一瞬で。そのピーターもいい年だよ。俺もいい年だね。あ、ありがとう。じゃあ、またなんかじゃあ、あ、じゃあそれぜひまた声かけてよ。はい。なんかあったら遊びに行くわ。はい。うん、レジェンドの YouTube とインスタフォローお願いします。うん、またよろしくお願いします。こっち、うん、あれで、先ほど。どうする？これ取る？え？取る？やば。あ、すいません。もうちょっと変わって出して。もうちょっとガハッと。何のラブだって？焼肉あるよ、焼肉。前。ちなみにうち個人店でタバコ専門。お、これね、ローソンから向こうっていうのは関東どこでも食べれるチェーン店で、うん、まずビールが700円でもるつでタバコ吸えない。じゃあタバコ吸えてビールが480円切りした。しかも個人店になってここから30秒安くて美味しいのが個人店。ちなみにどこから来られたんですか？名古屋です。行ってみる？どういうふうでもいいよ。もうちょっと見てみようか。お兄さん声かける。大体皆さんもうちょっと見てみる言うて99% が華やかなチェーン店吸い込まれちゃいます。なんでかって言ったら、あの華やかお金持ってるから外装に金かけてるからです。で、結構美味しなかった、高かったみたいな。お兄さんとこちょっと言うてくれてるから行くわ言うて行ってくれて、どうする行ってみるじゃん。個人店行く。そこは俺も厳しいで一杯で帰るかもしれないよ。あ、全然いいぞ。いいですか、お兄さん。知ってるか。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃん。サネさん、そちらカウンター端の方から。本格的なね、大阪の感じが。いいじゃんいいじゃん。ねえ、やかしビールも安いよ。商売中生確かに700円滑らかに滑り声。お前それが喋れるようになってからだって。お前、あの人超 YouTube だったのか。なあ、息継ぎもなく喋ってたから。じゃあ、